ハンスアムエンでは、ドイツの画家、トリーア出身、ボルプスベーデに住んでいた、ラインラントプファルツ州のトリーアの牧師の息子に生まれた。ミュンヘン美術院で学んだ後、カールスルーへの美術学校で、フェルディナント・ケラーに学んだ。ミュンヘンで知り合った画家のフリッツ・マッケンゼンの勧めで、マッケンゼンの住んでいたボルプスベーデに、フリッツ・オーバーベック、オット・モーダーゾーンが住むようになり、 ボルプス・ベーデが芸術家村になるもとを作った。ボルプス・ベーデには後にハイン・リッヒ・ホーゲラー、パウル・ベッカーが移ってきた。画家たちは、質素な暮らしをしながら、印象派のスタイルで、湿地などの風景を描いた。1895年に、ブレーメンで住人の画家たちの展覧会を開き、公表を終え、その後、ミュンヘンのガラス宮殿でも展覧会を開いた。 農家の庭に建てられたスタジオは後に美術館になった。地元の農家の娘と結婚した。第一次世界大戦が始まるとドイツ陸軍で働き、1918年に重傷を負った。その年1 3歳で死亡した。ありがとうございます。